札幌市による若い女性への支援事業リンク。すいません、お邪魔。月に一度すすきのや大通り周辺などを夜回りしています。若い女性に声をかけ、悩んでいることがあれば相談窓口を紹介するのです。このような活動の背景にあるのは、2019年6月札幌で当時2歳の女の子が十分な食事を与えられず衰弱死した事件。去年5月、生まれたばかりの男の赤ちゃんが殺害され、遺体がコインロッカーに放置された事件。いずれも関わったのは20代前半の母親でした。課題となったのは若い女性の孤立と支援の在り方です。札幌市はおととし、10代後半から20代の女性を主な対象として支援を行うリンクを立ち上げました。悩んでいてもなかなか誰にも言えなかったっていう方はやっぱりいらっしゃって、やっとの気持ちでこうリンクに回してくれたっていう女性もいましたね。リンクの存在意義としてはあるのかなと。行っているのは自ら働きかけるアウトリーチ型の支援。相談されるのを待つのではなく、支援が必要な人を見つけ積極的に相談に乗っていくのです。これくらいの年代の子って、私もそうですけど、人に言えない悩みを持っている子って結構多くて、もうすごい話しやすいお姉さんたちだったので、すごく頼ってみたいなっていう気持ちはあります。繁華街の夜回りだけではありません。毎週木曜日には SNS を閲覧しパトロール、支援を必要としていそうな女性にメッセージを送っています。この1年半で225人の女性から相談を受け、18人に宿泊場所を提供するなどの実績を上げてきました。家庭内での居場所のなさというところもありますし、やはり交際相手と一緒に生活をしているというところでの暴力を受けていたりですとか、あとは予期せぬ妊娠をしてしまったりというところで、女性自身が一人で課題というか問題を抱えて悩んでいるというケースは多いんじゃないかなというふうに思います。若い女性の中でももっと早くこういった支援とつながりたかったっていう声も聞くことがあるので、辛い気持ちを抱えている女性たちが一人でも減ってほしいっていうところを考えながら活動はしています。若い女性の孤立を防ぐ支援の現場は模索を続けています。